強い、おはようございます、現在ですね朝の、7時、はい、伊勢山チャンネルの朝は早いです。はい、今回もですね引き続きニューヨークからお届けします。はい、ちょっとあの向こうの方にですね、ロンドンじゃなくて、ニューヨーク、ニューヨーカーたちの憩いの場所、憩いの場所、セントラルパークがございますんで、ちょっと行ってみましょうか。かわいいです。むにゅ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 、リスはロンドンと同じですね。はい、敷地面積は東京ドーム72個分という、とても大きな公園となります。たくさんの人が朝のワークアウト、ランニングをしています。はい、犬の散歩をしている人だったりとか、ニューヨーカーの、朝のひとときの時間をご覧いただくことができるんじゃないでしょうか。そしてあちら、朝日が昇ってきています。非常に美しいです。はい、この公園越しのこの摩天楼群、いかついです。これはよく見る画角ですよね。映画とかでよく見るやつです。はい、この超高層ビルたち、かっこいいです。朝日が昇ってきました。綺麗です。深いです。犬がたくさんです。かわいいです。かわいいです。寒そうです。寒そうです。リスも冬に向けて蓄えをたくさん食べてください。ちゅうことでね、ロンドンハイドパーク、ニューヨークセントラルパークで、あとは代々木公園行ったらもう制覇ということで、残すところはあと代々木公園のみとなります。南北に長いセントラルパークですが、今西から東に、抜けてきまして、この通りがですね、フィフスアビニュー5番街ということで、有名な通りでございます。少し中心の方にまた歩いて行ってみましょうか。こちら、フィフスアベニュー、こちらたくさんのお店が立ち並ぶ、ショッピング通りとなっております。ロンドンでいうところのオックスフォードストリート、パリでいうところのシャンゼリゼ通りといったところでしょうか。前方に見えますがですね、なんといってもこちら、前大統領、ジョナルド・トランプ氏擁するトランプタワーでございます。大きいです。はい、まあ、今年はなんといってもアメリカ大統領選挙、はい、共和党トランプ氏出馬するかと思いますけれども、まあ、非常に行方が楽しみな次第でございます。はい、ティファニーとグッチに挟まれてます。はい、
キラキラです。トランプタワーキラキラです。かっこいいね。地下鉄の熱気でしょうか。ニューヨークでは、こういった風に地面から、蒸気が出てくる、そういったところをよく目にします。はい、こちら前方に見えますのがセントパトリック大聖堂。ヨーロッパではおなじみの建築スタイルですけれども、このモダンな高層ビルの隣にあると、ひときわ目を見張るものがございます。かっこいいです。何やら豪華な装飾が施されております。そしてこちら前方に見えますのがロックフェラーセンター。ロックフェラーの巨万の富によって築かれた超高層ビル群、この辺り一帯をロックフェラーセンターというそうです。1930年そこそこには完成していたということですから驚きです。目の前に広がるアイススケートリンクはあまりにも有名。ロックフェラーセンターはね、展望台に登れるので、また夕方にね、また後で来たいと思います。こちらも有名、グランドセントラルステーションになります。かっこいいね、かっこいいね。ちょっと中に入ってみましょうか。これはいかついです。天井には十二星座のような絵が描かれております。続きましてこちらがニューヨークパブリックライブラリー。少し中で一服したいと思います。パブリックライブラリーの裏側にやってまいりました。何か催し物をしているようです。スケートリンクでしょうか。楽しそうです。そしてなぜか日本の曲がかかってます。 DJ は日本人かもしれません。なびくアメリカ合衆国旗の後ろに見えますのがエンパイアステートビルディング、ニューヨークを象徴する高層建築物。かあまりの大きさ、近くまで来たと思ったらまだあと3ブロック先のようです。ようやく着いたようです。この大きさ、でかいです。今ずっとこの5番街を南に歩いてきたわけですけれども、少し西へ向かってまたタイムズスクエアの方に向かいたいと思います。出ました、スーパージュライ。じゃあロンドンにもボンドストリートのところにあります。噴水の後ろ、チェイスの文字が見えます。そしてアメリカの隣に旗を並べて入れる日本国旗が体験できます。ジャパンズナンバーワン、あの頃の時代を思い起こさせます。 Google レビュー1万2000件、こちらハラルガイズなるものでランチにしたいと思います。ハラルですので中東系の料理でしょうか。これは何でしょうか。ソースって書いてますね、ホワイトソース。やっぱ中東系のやつですね。すごいです、自前の
自前のセットを用意しておきます。なかなかやり手です。こんな感じです。ソースかけました。ハトが寄ってきました。美味しそうです。ハトがすごいです。あげません。鶏とビーフのコンボにしました。下にご飯が入ってます。これは美味しいです。パプリカ、オニオン、トマトで、チキン、ビーフ、そしてお米とパティとホワイトソース、これ非常に美味しいです。とても美味しかったんですけれども、あのボリュームがもうさすがアメリカサイズということで、もう最後の方ちょっとお腹いっぱいになってしまいました。はい、とまあそうこうしているうちに、またタイムズスクエアの方に帰ってまいりました。きらめく巨大広告、何度見ても圧巻です。はい、ということでですね、4時ぐらいからね、まだロックフェラーセンターの方でちょっとまあ夜景じゃないけど、街並みをちょっと展望台デッキでもう見に行くんで、でまあそれまでの間ちょっとね時間潰しじゃないですけど、またちょっとね、メイシーズでちょっと時間潰したいと思います。ちょ待って、すごい人いたぞ今ね、ちょっとすごい人いたぞ。このなんかほらなんかちょっと待ってよ、ほらちょっとえぐいって、パンツ一丁はえぐいって。それでは間もなく時刻となりますので展望台へ向かいたいと思います。風がすごいです。こちら今回のハイライトでございます。サイズドン。東側をイースト側、そしてブルックリンの街並みが見れるかと思います。かっこいいね、かっこいいね。まだもう一個上行けるみたいなんで、ちょ行きましょうか。これはすごいです、これはすごいです。いやいいね、かっこいいね、かっこいいです。ちなみにチケット65ドルしました。税込み65ドルしました。はい、バカ高いです、バカ高いです。向こうにも展望台はあるそうですけど、僕はエンパイアステートビルを見たいのでロックフェラーセンターの展望台に来ています。こちらマンハッタンの南側の様子をお届けしました。こちらマンハッタンの北側、大きなセントラルパークが広がっているのがわかるかと思います。東京ドーム76個分、
これがニューヨークか。向こうはですね、もうニュージャージー州でございます。ハドソン川の向こうはニュージャージー州になります。寒いね。じゃあこの東側を見てみましょうか。こちらマンハッタンの東側の光景となります。またすごい高さの、またすごい高さのビルを作っています。これがニューヨークです。これがニューヨークです。ロックフェラーセンターよりはるかに高いです。この高さです。すごいね、本当にすごいね、本当にもうね。ちょっと待って、この高さよ、この高さ。ここら辺のビューですが、何もう30階建てとかでしょ。ねえ、ほらもう人が小さい。ねえ、これでもさ十分高いのにさ、からのこれよ、からのこれよ、ね、からのこれからの、からのこれからのこれですから。でかいね、本当に。またこれぞニューヨーク。はい、ちょっとね、もうサンセットまでまだあと30分ほどあるので、ちょっと待ちたいと思います。全てはそこから始まるはずさ。君と出会ってからいくつもの夜の語りで明かした、断ち切れるもの My dream。 空が見えた空だけで笑い声になる、飛び回れこの My heartそこから逃げ出すことは誰にでもできることさ。諦めという名の傘じゃ雨は白い